この日は感染に気をつけながら京都での仕事に向かいます。2日後の公演に備えて病院に立ち寄りました。こんにちは。この病院に入院をして頸椎の手術、首の骨のね、手術をした。4年前、変形性頸椎症を発症。腕が上がらず、思うように落語の所作ができなくなりました。は成功しましたが、今も定期的な検査が欠かせません。これが今撮りたての写真です。あ、撮りたて。はい。で、これが前の写真で、よりまっすぐなったんですよね。より良くなったんです。逆に言うと、調子がいいかみたいな感じになっていかないかなっていうのがちょっと心配です。